はい、こんにちは。このビデオは、なぜラケットが変形する、かの説明をしたいと思います。まず、一番最初は、ストリングウェイの、5.0 ダイレクトサポートを使っても、他社の 6.CD のインダイレクトサポートを使っても、どっちものサポートの原理は、縦ガットを貼るときの変形防止のためです。この 6.CD はサイドサポートありますが、そういうサイドサポートはね、縦ガット引っ張るときに、ラケットのそう横の膨らみしないようにの役割になります。でよく見ると、6.CD のサイドサポートはね、真ん中じゃなくて、だいたい時計で見ると2時と10時にサポートするね。どの会社の 6.CD サイドサポート、見ても、絶対3時と9時のところ、これみたいね。一応これ、ホームセンターでこのような、抑えるものを買いましたんですけど、絶対真ん中3時と9時のサポートが、ございません。で、ストリングウェイの場合は、ダイレクトサポートは、縦サポートはね、幅広く上と下にね、サポートしているためにね、ラケットの膨らみがないためにサイドサポートがございません。どのシステム使っても、縦ガットを引っ張るときだけはね、サポートしてますが、横ガットを引っ張るときのサポートになりません。で、よくこういう質問が来ますね。なぜ横ガットを引っ張るときにラケットが折ったり、歪んだりとか、変形したりとか、なぜしますか？よくラケットが丸くなってますとか、というよくクレームが来ますね。ストリングウェイ、まあこのシステムもそう、まあ同じぐらいね。どうやって止まればいいんですか？どうやってサイドサポートを増やせばいいんですか？このようなサイドサポートを使った方がいいんですか？で、実際はこれを使うと一番良くない。これを使うと確実にラケットの負担が大きくなって、ラケットを折る可能性が高くなります。なぜなら、3時と9時に無理やりサポートすると、ラケットが折れます。確実折れます。このシステムも同じです。確実に負担が大きくて折ります。絶対これ使わない方がいい。じゃあ何使えばいいんですか？追加サポートはね、使う必要ありません。というか、使わないでください。絶対使わないでください。このシステム使っても、このシステム使っても、無理やり追加サイドサポート使わないでください。絶対ラケットに良くない。なぜラケットが膨らむというには、横ガットのテンションが間違ってます。横ガットの役割が、縦ガットの力をバランス取るための役割です。ということは、もしラケットが膨らむ傾向があれば、横ガットのテンションが低すぎます。ということは、横ガットのテンションを調整する必要がございます。で、逆に横ガットのテンションが高すぎたら、ラケットが折れます。こっちが長くなります。このシステムでも、このシステムでも。ただ、このシステムの場合は 6.CD。の場合は横ガットのテンションが低すぎると、まあサイドサポートまである程度ラケットの膨らみを抑えますので、目ですぐ分かりづらいかもしれませんけれども、それが絶対よくありません。横ガット引っ張りながらラケットの膨らみかへこみ絶対しないでください。それがポイントだよ。一番ポイントは
無理やり横サポートを増やすじゃなくて、横型のテンションを調整することです。例えばね、これが一つの例で、同じ目圧で同じヘッドサイズのラケットはね、横幅が25センチ、縦長さが 32.5センチ、内側から内側まで、内側から内側まで両方とも同じ大きさで、これが 16×19 のストリングパターンで、だいたい縦と横が同じぐらいのテンションで貼るとちょうどバランスが取れてます。縦型と横型のそれぞれの引っ張る力、全体的にバランスが取れてますが、こっち側のラケットが全く同じ形、同じサイズなのに、このラケットと比べたら縦型が18本増えて、横型が、3本、16本、こっちから比べたら3本が減ります。だから圧倒的に縦型が多くて横型が少なくて、で同じ目圧、同じバランス、変形しないようにバランスを取るために、縦型は44パウンド、横型62パウンド、テンションずらす必要ございます。まあ、それがこれが一つだけの例なので、それぞれのラケットの形、縦と横型の本数によると調整が必要になります。逆の場合もあるね。逆の場合も、縦型を、テンション高めにして横型を低めにする場合ございます。全部ケースバイケース。とにかく春の前にできる限りはね、内側のラケットの長さ、内側の横の長さをね測ってちゃんと記入して、でラケットを張って、で張り上げてからね、もう一回ね、内側から内側の測って、内側から内側も測って、もし数字が違ったらね、ラケットが変形しましたという意味ですね。それを記入して、次回の張り替えするときに、横幅が長くなったら横型のテンションをきつくします。もし縦幅が長くなって横幅が狭くなった場合は、横型がきつすぎますので、今度はね緩くします。ということは、どのサポートシステム使っても縦型を張る時のサポートのみになります。横型引っ張る時のサポートシステムは横型の引っ張る力です。自分で調整する必要ございます。だからよく見るとテニスラケットの場合はね、だいたい上の方が少し幅がありますね。でなるべく強度的にね、幅が広いところから幅が狭いところまで横型張った方がラケットが折りにくい。だからバドミントンラケットの場合は逆になりますね。バドミントンラケットの場合は上の幅が狭いで、下の横幅が広い。だからバドミントンラケットの場合は下から上までです。とても高いテンション張る人は35パウンド以上、場合によると大体一番幅があるところ、ここら辺から一本張って、でそこから交互に下と上、下と上張る時もあります。これがバドミントンラケットの、形からでございます。だから形も考えて、縦型と横型の本数も考えて、バドミントンラケットの場合はこういう形になって、まあ本数によると大体のバドミントンラケットは横型の方が 10% ぐらい高くなりますが、最後の上の5本ぐらい、またテンション落とします。結構ここが一番幅が狭いからですね。全部ケースバイケース。まあ
すべてラケットの形とかね、あのこのビデオで、正しいの、天地のずらし方ができませんので、自分の貼っているラケットのメーカー、のホームページか、お問い合わせした方がよろしいかと思います。まあ、とにかくね、何してもね、無理やりにサイズサポートはねつけないでください。横勝手のテンションで調整しましょう。